中部地方のプロゴルファー育成を目的にプロとアマチュアが一緒にプレーする RX カップが名東区の愛知カンツリークラブで始まりました。初日の今日はおよそ120人の選手が予選に挑みました。明日からは予選を勝ち抜いた50人と予選を免除された選手14人が戦います。優勝賞金は160万円で、今週木曜日に優勝者が決まります。